はい、初心者向け時短トレーニング第3弾ということで、今日胸トレですね。で、これどこのジムにでもあるチェストプレスマシンを使って追い込んでいきます。まずセットアップの方向ですね。だいたいこういうのにこういうところに書いてあるんですけど、この椅子の下にね、こんな感じで椅子の高さを変えられるようになってます。で、目安としてはだいたいこんな感じなんですけど、座ってみた時に高すぎる、このね、腕の位置が胸より低すぎるとあまり効かないので、かといってね、高すぎるとこう脇が上がってしまって、これ肩をね壊すので、ちょうどこのくらい、乳首の横ぐらいに手が来る感じでやるといいと思います。フォームなんですけど、このね、手をやこのお尻は一番後ろまで当てた状態で、背中、こう胸をね張るような感じで背中を反る、ここのね、ここに空間ができるようにするのがいいと思います。このね、あの胸を張らないと肩の方に入ってしまって、肩のね、胸の重量で肩をやると肩が壊れやすいので、怪我の防止にもなるので、しっかりと胸を張る、このペタッとねくっつけてしまわないように、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、この背中をねこう反る、お尻の部分とあと肩甲骨でね体を支えて、それ以外はこのベンチからね離れてるっていうのを意識してやるといいと思います。握り方なんですけど、これ握ってしまってもいいんですけど、サムレスグリップ、このね、手をこういう風に広げた状態で親指をかけないで、この前腕、ここの部分ね、この部分から一直線になるように当てると、その方がね、手首を痛めなくて済むので、そういう風に持つのがおすすめです。まあ、これだったら、ね、手首スッと外れてしまってもそんなに怪我することないので、サムレスグリップがいいんじゃないかなと思います。はい、で、胸のトレーニング全般的に言えるんですけど、これね、リストラップ、これリストラップって何をするかっていうと、この手首の保護になるんですよね。ここのね、あの手首の、まあ、これの詳しい話はちょっとね、また今度新しく違う動画でね出そうと思います。この巻き方とかね、あのおすすめの巻き方とかもあるので、あの動画を出そうと思います。まあ、その時にね説明します。これそんなに高くはないので、まあ、安いやつ、まあ、これ自体はねちょっと高めの僕は使ってるんですけど、あのそんなに高いもの、安く、まあ、1000円から2000円ぐらいで買えるかなっていうものなので、ぜひね揃えてみてもらいたいなと思います。はい、じゃあね、いつもの通りまずウォーミングアップからね、あのマシンを使ってウォーミングアップをやっていきます。胸を張ってお尻をね、で足をねこう前に蹴るような感じ、足をねこう前に突っ張るような感じでお尻を擦りつける、お尻にね後ろにつけると、そうすると力が入りやすいので、ぐっとね足も踏ん張ってやる、そうするとね力が入りやすいんで、全身をね使う運動みたいな感じですね。で胸をね締めるっていう風に意識した方がいいっていう人もいるんですけど、そこまで意識せずに、あの背中をね丸めない、胸を張った状態でしっかりとまっすぐ押してやるっていう風にやった方が、多分胸に初心者の人はね入りやすいと思います。なんで背中のねアーチ、ブリッジみたいなのは崩さないっていうのをちょっと意識しましょう。
肩トレの時もそうでしたけど、あのこのね手を持つ位置、これが両方同じ位置にならないと、例えばこっち側は先端で持ってこっちが奥で持ったりとかするとね、そうするとこんな風になってしまうので、これがねあのなんていうの、体のなんて力のバランスがうまく取れなくなってしまうので、必ず同じ位置っていうのを持つようにしましょう。あとは意識した方がいいのは、こうやってね押した時にすごい前にね押そう押そうっていう風な気持ちでこう背中を丸めてしまう人、こうやって押してしまう人がいるんですけど、これ胸の運動ではなくなってしまうので、あのちゃんとねあの最初に言いましたけど、背中のねブリッジを崩さないようにこの状態、ここで背中をこのブリッジを作った状態で前を手をね前に持ってきて、それ以上いかなくなったらもうそこまでで OK です。背中をねこうやって離したりとかしないようにしましょう。はい、という感じで30分間やっていこうと思います。はい、ということで実際のトレーニングですね、まあ、まずはねこのリストラップを巻くっていうところからですね。で、まあ、ウォーミングアップを兼ねて一番低いね重量、まあ、20回できる重量でやってます。ただねちょっと僕今ね肩を痛めてしまっているので、結構ね全体的に重量は低めで追い込めるような形で今やってます。で、まあ、休憩はね外に1回立ってストレッチをしつつ待つみたいな感じですね。でちょっとアングルを変えて横からを見てみようかなという感じですね。まあノートをつけてねどのくらいかみたいな感じで毎回チェックするようにしてます。はい、でこのね肘を下げるときに胸にねバーを下げるときにあまり浅くならないようにしっかりとストレッチ効かす、その可動範囲がね狭くならないようにっていうのを意識してやってます。結構ねその浅くそのなんていうの上の方でね肘が全然曲がらないような状態で繰り返してる人がいるんですけど、それだと全然効果が薄いので、軽くてもいいのでしっかりと肘を曲げるっていうか胸の方にねバーを下ろしてくるっていうのが重要になってきます。でそれがねできない重量っていうのは重すぎる重量なので、しっかりとね重量設定っていうのを見極めてやるようにしてくださいね。今ストレッチをしつつこういうねバーとかなんかマシンのねところの端っことかを掴んでやって、でストレッチをかけてやるっていうのをやってますね。でねだいぶね今ね肩本当に痛くて、左肩なんですけど、左肩がね全然動かないんですよね。で30キロぐらいかな、30キロぐらいのちょっとねかなり軽い重量、それトレーニングをねそれなりにやってる人からしたら全然軽い重量なんですけど、そのまあ無理してやってしまってもあまりその何ていうの肩がねの痛みが悪化しても仕方がないので、軽い重量でねその分回数を多くして追い込むようにしてます。はい、という感じで今日はねちょっと今日はその、まあ、回数をねその重くはできないので、ちょっと本番セットをね多めに5セット取ってやってます。いつもはね3セットでやってるんですけど、まあここら辺はね体調とかその本番セット、まあ今回もねピラミッドセット法でやってるんですけど、そのセットの組み方もね自分の体調とかと比べてね、その今回はどういう風な回数設定でやっていくのかとか、セット数のをどうしていくのかみたいなのはちょっとねトレーニングに慣れてきたら、まあ、最初のうちは決め打ちでもいいと思うんですけど、トレーニングに慣れてきたらね自分の体調に沿って
今日は、まあ、体とね相談しつつやっていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、今ねこのなんていうのリストラップっていうのは結構うっ血ずっと締めっぱなしにするとねうっ血してしまったりとかするんで、まあ、適度にね外したりとかしつつ、まあ、様子、まあ、ここら辺とかもね手首のねその様子を見つつやるのがいいんじゃないかなと思います。僕の場合なんですけどこのね 手首回す巻くのを結構ねルーチンみたいな感じにして、まあ、精神統一の一環としてね左手から巻くみたいなそういうのをねちょっとやってる感じですね。で次のセットがラストセットなんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、こんな感じで続けてもらえばいいかなと思います。で3つ動画出しましたけどそのこの3つ大きなね筋肉を鍛えるっていう意味でこのビッグスリーって言われてるんですけどこのね3つのトレーニングを重点的にね続けてもらってそのまずねこの種目を上手くなるっていう風に初心者の方はねやってもらうとよりねレベルアップが早くなるんじゃないかなと思います。はい、という感じで今日もマシンをね使ったマシンをきれいに拭いてでお疲れ様でした。